おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ249です。はい、今回ご紹介するのは前回からの引き続きですね。 AGP 武蔵海の、今度は感想ですね。背中に背負い物です。こちらの方の、取り付けとか可動部分のご紹介をしていきたいと思います。はい、まずちょっとこちらちょっと避けまして、一応使うパーツがこちら左側、こちら右側、そしてこちらが背中の背をセンターですね。そしてさらに、この乾燥用の可動用のこういうジョイントパーツ、それを支えるパーツ、さらに、こちらちょっと重量パーツなので、こちらが下がってこないようにするためのアームとクリップ、さらに今こちら武蔵海総体ですね、こちらの、立たせるために使っているこのパーツ、このジョイントですね、こちらも使っていきます。ではまず、可動範囲ですね。この乾燥の、はい、左右同じです。でまずこちらですね、この大型のこの砲塔、こちら1本ずつ動きます。さらにこう動かせたり、こういう状態にもできます。さらにこちらの方も左右の振りと、これも砲台1個ずつ、ちょっと可動範囲狭いですが動かすことができます。さらにここのちっちゃい砲台ですね、こちらの方も左右へのスイングはできます。砲台自体は動かすことができません。砲台というか砲塔か、はい、これが一応左右。両方とも動かすことができます。同じ形ですね。はい、そしてこちら特にギミックはありません。一応この穴ですね、こちらに、あとで台座の方にも取り付けますが、これを差し込んで角度を調整し、こちらを使って立たせることができるという形となっております。ではまずこちらの、武蔵海の方から、パーツを外しまして、ちょっと避けますね。そして今はこのアーム使わないので外しちゃいます。はい、こちらの、真ん中ですね、こちらの真ん中にここの丸いくぼみがある方が後ろ側になります。そしてこのパーツがこっち側ですね、この穴がある方、丸穴の方に差し込みます。そしてこんな感じ、イメージとしては、でここをこう動かすと、でさらにここの部分に爪があるので、ロックを解除すれば入れ、こう伸縮させることができます。はい、これはあと背中の背負い物の乾燥の方と、フィギュアに取り付けた時の、調整によって、まあ、長さを変えなきゃいけないのかなと思います。はい、そして、説明書の方に遊び方補足としまして、こちらですね、この背中の中央部分のこのパーツに、ここのパーツですね、ここがヤマト同様こちらに、取り付けて、ポージングするんですが、こうですね、まず上の図はこの取り付け方だと思います。こうつくので、この取り付け方とこちらを、はい、ひねってこう取り付ける方法ですね。はい、この付け方とこの付け方、はい、この取り付け方だと、乾燥の可動域が変わり、乾燥を前で閉じたりすることができるということで、こういう感じですね。今ちょっとフィギュアをつけてない状態ですが、一応両方取り付けてあげるとこうですね、こういう状態で、ここのセンターの部分がこう合わせやすくなりますよという形ですね。はい、これがこの
180度ひねった付け方ですね。で、それ以外の、はい、この取り付け方ですね。上のパターン A って書いてある取り付け方です。この付け方をすると、こう左右に、こうガバッとね、こう開いたり、ここの基部の部分ですね。ここの部分で、こうさらにこう上に上げて、こんな感じ。羽みたいな感じ。こういうような使い方もできますよというご説明ですね。補足にはこのように書いてありました。はい。一応ちょっと今片側だけにしておきます。はい。で、取り付け方の方も一応パターン A の方にしておきますね。こんな感じです。はい。で、フィギュアの方ですね。こちらの、前回、スカートパーツが上にパカパカしたりしないために取り付けているこのジョイントパーツですね。こちらを引き抜きます。はい。してできたここの穴の部分にこの乾燥パーツを差し込みます。はい。はい。そしてここの穴ですね。ここの穴パーツに、パーツというか穴にジョイントパーツを取り付けます。はい、一応取り付けとしてはこんな感じですね。で、先ほどの、羽のようにバッとこう開いた時、これだと、今のうちはいいんですけど、時間が経ってくると多分ここのジョイントがだんだん、弱くなってきたりすると、こう多分自重で下がってきたりすると思うんですよね。その時にこちらのアームを用いて、下がってくるのを防止、まあ多分この状態でもしばらく時が経つとこうなってくると思うんですよね。それを防止するためにこちらですね、ここの後ろの丸穴にアームを取り付けて、あとアームの方は多分自由に、使用すればいいと思いますが、まあ仮のイメージとしてこんな感じで支えてあげれば、ここの部分が弱ってきても、下がってくることはないのかなと。で、さらに下がってくるようであれば、ここのところにビス穴がありますんで、これはもうちょっときつく締めてあげればいいと思います。一応ちょっとこちらの方をもうちょっとポージングつけて再度こちらに、置きたいと思います。はい、ちょっといじってポージング変えてみました。一応パッケージの裏にもこんな感じで書いてあったのでそれをやってみましたが、なかなか迫力があっていいんじゃないでしょうか。やはりこう両サイドにこう広げるとやっぱりここの受け軸ですね、ここのところにやっぱり負荷がかかるのでやっぱり重さでこう下がってきますね。それをまあ防止といいますか保護するようなイメージでこのアームをつけてますね。こんな感じです。一応これでぐるーり回してみます。こんな感じです。はい、一応これが武蔵貝ですね。で、一応過去にご紹介した、一応ヤマトも出してみました。はい、こちらヤマトです。私観光でそんなに詳しく、そんなにっていうか全く詳しくないんですけど、乾燥パーツですね、こちらまるっきり同じものかなと思ってたんですけど、なんかやっぱりちょいちょい違う、まあ貝と貝じゃないっていうのもあるんでしょうけど、宝刀のこれがこっち一門というですか、ここだったり貝で追加になるこのちっちゃいやつ、これが違ったりとか、武蔵だとここについてるものが、ヤマトだとここについてるとか、やっぱり詳細違うという。はい、いかがでしょうかね。で、ちなみにこちらのヤマトの方は、結構いじりを入れております。ここのスカート横のところ穴開けたりとか、太もものロールカードを入れたりとか、ちょっといじってます。そちらの詳細はもしかしたらどっかでご紹介するかもしれません。はい、ではちょっとヤマト下げまして、
はい、一応これで武蔵貝の、感想ですね、こちらの方の取り付けと、あと稼働範囲のご説明の方を、ちょっとしていきました。はい、いかがだったでしょうか。では一応こちら下げます。はい、そしていつものこのコーナーだ。よいしょよいしょ。おブラスト。はい、ブラストはこれです。これも言い方違うはずなんだよな。ブラーストだったはずなんだよな。はい、一応これで、武蔵貝ですね、 AGP 武蔵貝のご説明終了したいと、ご説明というかご紹介ですね、終了したいと思います。次回は、初めてのフィグフィックスですね。はい、ということでカンコリシリーズのフィグフィックス、こちらをご紹介したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。